こんにちは。現代文講師の森です。高校生のための科目別学習法ガイダンス、現代文の第1回目は、評論の読解です。高校生の皆さんは、評論文というと、わかりにくいものと思ってらっしゃる方、多いと思います。わからないのはなぜか。それは、分けていないからです。分かるという言葉の語源は分けるです。分けることによって分かるんですね。ところが、現代文は日本語で書かれているために、なんとなくそれだけで分かるようなつもりになっている。でも、皆さんも実感していると思いますけど、評論文って日本語でありながら、皆さんが普段使っている日本語ではないですよね。特殊な言葉。難しい評論用語、難しい言葉遣いで書かれていますよね。ですから、その難しい内容を分けることによって、分かる。これが、評論の読解の目的ということになります。ただし、その前にですね、最低限の知識は必要です。ただ、この知識というのは、いろんな科目がある中で、現代文は一番少ない科目と言えるでしょうね。実際に共通テストの問題や大学の二次試験の問題を見ていただいたらわかりますけど、直接的な知識問題は漢字問題だけです。大学入試では、古文のような文法問題、現代文では出ません。文学史、ほとんど出ません。ほとんどというのは、ごく一部、私立大学で一問だけ出る場合があります。特に文学部ですね。私立大学の文学部で一問出るか出ないか。でも、国公立大学や共通テストでは、文学史出ません。で、それから四字熟語、ことわざ、など、ほとんど出ませんね。慣用句は出ます。小説問題で。しかし、この慣用句も覚えることは不可能です。慣用句、何千何万何十万あるかわかりません。分厚い慣用句辞典が出てますからね。ですから、すべての慣用句を覚えておくっていうのは不可能ですから、これも知識問題とは言えません。じゃあ、現代文において知識とは何か。まず一つは、実際試験でも出される漢字。これは大体800から1000ぐらいありますけれども、皆さんはその800から1000のうち全く書けないわけじゃない。実際に書いて覚えておかなきゃいけないのは大体400ぐらいだと思います。で、そのぐらいの漢字を、まずは漢字の問題集しっかりやって、漢字をまずしっかり、覚えておきましょう。もう一つは、評論用語と言われる、いわゆる抽象語。例えば、概念、観念、相対化、対象化、イデオロギー、アナロジー、そうですね、全体主義、アイロニー。評論用語に出てくる、抽象的な言葉。ただし、これも、他の科目みたいに、例えば英単語だったら膨大な数がありますよね。日本史や世界史、生物などでも覚えなきゃいけないことたくさんありますけど、現代文の評論用語は、せいぜい100ぐらいです。重要なものはもっと少ないですけどね。100個ぐらい、数十個ですかね。数十個ぐらいの評論用語を覚えて理解しておけばいい。もう一つ。近代についての知識、これも重要になってきます。現代文は、その名の通り、現代文です。現代という時代は、具体的には、1945年、終戦の年以降、これが大体現代と考えられていますが、その前の時代、つまり、
第二次世界大戦が終わるまでの時代が、まあ大体近代。で、現代文では主にこれをヨーロッパの近代と考えますから、ヨーロッパの近代というと、大体17世紀ぐらい。17世紀から20世紀の前半ぐらいまでを、まあ近代と考える。で、この近代の間に起きた問題を現代文が取り扱うわけですね。で、したがって、現代文を読んでいくときに、この近代についての知識、世界史や日本史でやるような知識が最低限必要になります。ちなみに、代々木ゼミナールで私が担当している授業では、この近代についての知識もかなり重要視しております。で、そこで授業では世界史や日本史のような話も時々して、近代についての理解を深めてもらいます。さて、この評論用語や近代については授業で取り扱います。漢字は皆さん自分でやってください。で、この評論用語や近代についての知識について話をしながら、メインとなるのは、評論読解の方法です。どうやったら評論が読めるようになるのか、それが分ける。今回のテーマ、分けて読むです。皆さんのお手元に、今回の資料、届いていると思います。この資料に基づいてお話を進めていきたいと思います。さて、この分けて読むには、三つの分けて読むがあります。まず一つ目、段落を分ける。資料をご覧ください。